それでは皆様お待ちかねの車両機器へ向かってまいります。簡単ではございますが、車両基地見学の注意点をご説明させていただきます。車両基地に着きましたら、係の者が順番にご案内いたします。ご案内があるまでは、ご着席のままお待ちください。見学中は係の指示に従っていただきますようお願いいたします。見学中にお手洗いを行かれる場合や、体調が悪くなってしまった場合は、お近くの係員までお声かけください。また車両基地内にございます。立ち入り禁止への場所は大変危険ですので、立ち入らないようにお願いいたします。この電車到着いたします。天井線から天守庫内への移動は急な階段がございます。大変滑りやすいため、ゆっくりと降りていただき、足元には十分お気をつけください。特に小さなお子様連れのお客様は、お子様から目を離さないようお願い申し上げます。車両基地内の写真撮影は可能ですが、 SNS 等で写真を掲載する際には、顔にもロープをかけるなど、他のご参加者へのご配慮いただきますようお願いいたします。また見学中の工程で移動がございます。落とし物、忘れ物、ないようにお気をつけください。見学中、必要などございましたら、可能な限り対応させていただきます。ゆかり赤線の職員は、役職ごとに名札をつけております。運転に関しては運転手、車両に関しては車両係、施設に関しては施設係、駅に関しては駅員係までお声掛けください。また本日大変天気が良くなっており、暑くなっております。こまめには水分補給をしていただき、体調管理にお気をつけください。見学の注意事項は以上となります。それでは女子大行き到着までもうしばらくお待ちください。Thank you.
待ていたしました。信号変わりましたので発車いたします。ご乗車ありがとうございました。それを聞きに到着です。